現地8月6日、パリ五輪のレスリング女子50キロ級が行われ、東京五輪金メダリストの須崎結衣が1回戦で衝撃の敗北を喫した。連覇への道はつい得たが、銅メダルをかけた、ラストチャンス、の切符が転がり込んだ。画像、銅メダルをかけて臨むレスリング須崎結衣を厳選ショットで特集。初戦は2点リードしながら、 第2ピリオド残り10秒で相手に押し切られてバックを取られた須崎勝利を目前にしながら悪夢の逆転負けに試合直後は呆然と立ち尽くすしかなかった。試合後のインタビューでは号泣。いろんな人に支えてもらってここまでやってきたんですけど、私一人じゃなくてみんなの努力を無駄にしてしまったので、本当に申し訳ない気持ちですと涙ながらに話した。ところが、 悲嘆に暮れる絶対女王に再びメダル獲得のチャンスが巡ってきた。須崎に勝利して勢いに乗ったインドのビネシュビネシュが決勝進出を果たしたため、7日に実施される敗者復活戦の出場をゲット。東京大会の金メダリストが銅メダルをかけ、もう一度マットに立つ権利を得た。この朗報に深夜の日本列島は歓喜。マジでか、よかった。 インドの選手が決勝進出ってめっちゃ強いやん。ビネシュさん、ありがとう。スサキ選手思い切り戦ってほしいな、それだけスサキ対策に全てかけてきたってことやねなどなど、メダル獲得のチャンスや勝ったインド選手の強さに脱帽するコメントが寄せられた。厚生クロマル・ザ・ダイジェスト編集部。